はいこんにちは中学受験科学え今日は、えー、水溶液の計算が苦手な人嫌いな人へという題でえ溶解度について、えー、やってみましょうこの中学受験桜ラららチャンネルは私滝谷直樹が三十五年間の塾業界での経験とノウハウをすべて公開していくというチャンネルですよかったらチャンネル登録 そしてて再生リストにも飛んでみてくださいえー、これ1週間で全部やるの無理だよっていう時でもね、えー、聞き流していくうちに結局本当に分かった上で問題解けるように、えー、週末にはなるような夢のような、えー、動画に出会えるかもしれませんさあでは早速やってみましょうさあ「妖怪の」「放算」でちょっとやってみます。ねえー 水100グラムにね溶ける限度量を溶解度と言いますけれども、この溶解度というのは水の温度によって変わっていきます。飽酸だったら0度の水は2.8グラムしか溶けません。20度になると4.9グラム溶かすことができ、40度だったら8.9グラム。 60g で 14.9g80g で 23.5g100°C の、えーまあ、沸騰直前のお湯だと 38g まで溶かすことができる水の温度が高ければ高いほどたくさん溶かすことができますさあその上で、えー、こういう問題目いっぱい溶かした後冷やした場合の濃度について今日はやってみましょうさあ8 0度の水 グラ目いっぱい放酸を溶かした後4 0度まで冷やしましたさあこの時の放酸水の濃度は、えー、何パーセントなのか小数第2位を四谷五入して小数第1位まで求めるえー、まあ8 0度の水1 0 0ラムに目いっぱい放酸を溶かしたさあ8 0度の水 100グラムにさあ目一杯ぱい酸を溶かしたさあ8 0度の溶解度2 3 5グラムですから2 3 5グラムの砲酸をまあ溶かすわけですねそうすると2 3 5グラム、全部きれいに溶けますさあそうするとどういうことになるかというと1 2 0 3グラムの氷酸水ができます。全部溶けます。123.5グラムかね。123.5グラムの氷酸水ができます。さあ80度です。まあしかし今度これをね40度まで冷やしたさあ40度の溶解度8.9グラム8.9グラムしか溶けないんです。こういう時はどうなるかというと。 さあ、二十三点五グラムのうちね、八点九グラムしか溶けませんからね。つまり、百グラムの水足す八点九グラムの、百八点九グラムの飽和酸水ができて、じゃあこの二十三点五から八点九引いた、えー、これ二十三点五引く。 もう8.9以上のもので 614.6g どうなっちゃうかっていうと 14.6g はこれ結晶として出てきちゃうわけです下に100放酸の個体として出てきてしまいますだから 8.9g だけ溶,かし溶けていて 14.6g は残っちゃうわけです さあそしたらどうやって濃度を出せばいいかっていうと残った 14.6g は、えー、カウントしませんあくまでも 100g の水にこの溶ける 8.9g だけ、えー、を加えて濃度を出すわけですそうすると、えー、放酸の量は8 9ホ、ね、放酸水は 108.9g になってしまいます ね、これ計算の仕方もねしっかりマスターしてください小数第2位も四捨五入して第1位までって時にはこれね割るとき注意して小数第4位まで出さなきゃダメですどういうことかっていうと 8.9÷108.9 は0.0 えー、8八九七十二七繰り上がって葉っぱ六十四ねえー、7繰り上がってますから七十一七八八八さあここが8で一八八ゼロさあ点零八一 1> 1でもう一桁やんなきゃダメなんです197さあ79101089さあこれ7が立ちますねこれね796367は56595覚えといて7成り立ちますね0.81えー、0 0点零 817。ここまで出さなきゃいけないんですよ。小数第2位をしゃご入して、小数第1位までっていうときはね。で、これをパーセンテージにすると、えー、100倍ですから、8.17%。で、で、さらに小数、ここで小数第2位をしゃご入する。繰り上げですから、8.2%ですね。8.2%の濃度。 23.5g 最初溶かしても溶け残りとして40度の場合出てきてしまう。溶け残りはカウントしないんだと。あくまでも溶けるのは40度の時には 8.9g ですから。100足す8.9の 108.9g と 8.9g でえ濃度を出していく。小数第2って言ったら第4位を出す。0.0817。 でそして8.17にしてその小数第27を繰り上げる8.2%ということになるわけですさあじゃあもう一つやってみましょうできそうだったらね動画止めてやってみるといいです、えー、1 0 0度の水 100g に目いっぱい放酸を溶かした後2 0度まで冷やした時の放酸水の濃度ねさあ 100度の水100グラム、100度の水100グラムに、さあ何グラムめいっぱい溶かせるかというと、38.0グラム溶かせるわけです。38.0グラム放酸水を溶かすことができます。溶かすとちゃんとしっかり溶けます。そうとこの段階では138.0グラムの放酸水ができます。 1 0 0度ね。さあしかしこれを2 0度まで冷やすとどうなるかというとさあ2 0度の放酸水 4.9g しかありません。ですから、えー、いくら1 0 0度 c の時 38g 溶かしていてもね、えー、100g の水には 4.9g しか、えー、これ溶けないわけです。そうすると 38−4.9 の。 えー、33.1g は溶け残りとして出てきちゃう固体結晶になって出てきて下に沈殿するわけですでそしたらこの 33.1g の溶け残りはカウントはしない濃度にはね 33.1g 溶け残って 4.9g だけ溶けた。 つまり、えー、1 0 4 9ムの放酸水ね。で、その中に4 9ム放酸が溶けているというふうに、えー、解いていくわけです。こと 4.9÷104.9 ですよね。さあこれちょっと割ってみましょう。これも、えー、小数第4位まで出さなきゃダメなんです。割り算嫌いな人は練習した方がいいですよ。 104.94.9さあ1個ずらします1個ずらします0.0さあ4900一10494えしく363クらア四4161419640えっとこれ8に減って7だね7040でえー6か えー、五54、5を覚えといて、4、6、24、29で2、6、2、9、4、6、えー、3、13-9、3、えー、4か。ね。えー、そして、えー、9で7、7、4、6、0。さこれは7が立つかな。えー、六63。 えー、6を覚えておいて47283437立ちますよねえー、小数第4位まで出すと0.0467まで出すねさあ0.0467まで出したらこれ100分率に直すと4.67%さあしかし小数第2位吉田五入ですからこれ繰り上げになりますね4.7%ということになります 目一杯溶かして、えー、温度下げたら溶け残りとして出てきちゃうんだと、ね、溶け残りとして出てきちゃうこの溶け残りはカウントしないでね。目一杯溶かしている4 9ムと水を足して濃度を出していくんだということですねいいなと思ったらチャンネル登録お願いしますでは今日はここまでにしましょう